やってまいりました。続きましてはですね、こちら、アニメの画面にあふれこしちゃうモノマネコーナーということですね。今回はですね、トリビアというのをお届けいたしましょう。はい、何が出ますか。こちら人気声優さんはいろんな有名キャラを多数こなしているということで、実際に検証してみようというこのモノマネ。さあやってみる。その1、古谷徹さんの場合、これ有名どころ、まずガンダムのアムロだそうですね。どうも、レポルンガンダムのパイロットアムロレイです。殴ったね、おやじにも撃たれたことないのに。俺の名は大統帥のヤムチャ、ドラゴンボールをいただくぞ。どうか、フーフーケン。花の命は短い、ピンチのようだ。今だ、セーラームーン。トムちゃん、これもやるぜ。ダイニングボール1号だ。どうすればいいんだ。外、中、外、中、お尻に砂糖塗ったよ。もう迷わん、ジニーはボラヒノールとかね、まあいろいろ幅広くやってます。こんな感じで進みます。さあその2、若本のりおさんの場合、これはもうサザエさんのアナゴさんが代表キャラでございます。おやみ福田くん、いやいや、サザエ2代目キャバクラなんか行かないか。こいつは失礼した。ではベジータ、君は私のワミングアップを手伝ってくれるか。アニメじゃねえけどよ、プリズムブレイクのティーバックも俺がやってんだよね。スクフィールドへと行って、スクフィールドだ、もらーら、ひとばしマスモト、つめらない話とかね、いろいろやってございますね。拍手していただければね。さあその3、神谷明さんの場合、この格好してますけどもね、ケンシロウの神谷明さんすごいですよ。メーターってことは毛利心郎、筋肉マン、ケンシロウ、シティハンター、サイバリオと、これも一挙にお届けしましょう。今回の事件は簡単でした。犯人はそう、コテツさん、あなただー。伸びます。くそ、行くぞ、秋葉将軍、火事場のクソ力。エムスパイは選んですよ、筋肉ドライバー。はっ、もっこりギャルがいっぱい。はっ、りょうちゃんもっこり。にゃーはっ、北斗神拳の前に不可能はない。ほう、あちゃ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 、あーたた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 お前はもう、サザエさんに出てくる花沢さん。なに？花沢？あ、ビュー！あれ？は、花沢ってのは一体、磯野くん！ビュー！磯野くんと一晩共にじゃ、あ、ぶっしゃーぶしゃー！テレビの前で拍手していただければ大変でございます。結論結果、声優さんはすごかったでございましたね。一つのキャラができると、いろんなキャラができてしまうということでね、テレビはお届けしました。ほら、プリザンブレイクは知らなかったの。いろんなキャラこれからもやってくる。どうもしよろしくね。バイバイ、ハリオちゃんもっこり。またお会いしましょう。ここまでだ。はい、アフレコモノマネコーナー、画面にご注目。さあ、ドラゴンボールの声までは一気にお届けしましょう。ね、独特の格好ですけども、ドラゴンボールのキャラクター、まずはサイヤ人の字、ベジータから。地球って言ってたな、まあまあの星じゃないか、ナッパよ。こいつはいいや、地球って星は重力が軽いな。あれがサイヤ人の2人か。よし、俺のローラ夫婦剣でやっつけてやるぜ。ああ、しかし奴らは強い。クレイの油断をしてるな、ヤムチャよ。ピッピンさん、僕も戦う。なるほどね、聖剣士、なかなかのパワーで。しかし、俺様の必殺技、かわせるかな。受けてみろ、魔剣光サップ。はい、いかん、いかんぞ、悟空、海王拳は3枚までにしるんじゃーい。初めてです。この私をここまでコケにしてくれたおばかさんたちは。さあ、セルゲームを始めるぞ。ドイツからだ、三国。やはり貴様からだ。一番の楽しみはどうかしたかったんだがね。何言ってるんだって。世界チャンピオンのミスター・サザンガキだ。おい、怒っちゃったもん。お前食べちゃおう、チョコレートになっちゃえ。あ、これで地球だけの存続、カメハメ。うわぁ、そうはさせねえし、カメハメ。うわぁ、まるら、負けな、この完全体のセル様、まるら。あ、こうして悟空の影
夢で世界は救われたのであった。あ、終わり。今宵もお笑いの賢人たちが集う。起床しましょうぞ。つまらない話。本日のゲストはお笑い界の重鎮、剣道小林。一体本日どんなつまらない話が飛び出すのか、それでは聞いていただきましょう。剣道小林、つまらない話。どうも、剣道小林です。僕ですか。うちの親父がですね、僕が小さい頃塾に意見言われて嫌だと言っている僕に対してですね、お前ちょっと来いと、いるから来いと言われて、ちょっと山の方に連れてくれまして、いいか、塾は行くもんだと、なんでだと親父に聞いたところ、塾に行って友達をいっぱい作ること、それ学校も大事だけど塾も大事なんだぞと、いいか、友達がいないとどうなるか、川にいた亀をこうひっくり返してですね、いいか、亀というのは一人じゃ何にもできないと、ひっくり返したらほら起き上がれないだろうと言おうとしたらですね、その亀が野生すぎてもう首ブリッジでグリーって戻ってしまったんですね。それを見て親父がだんまりしたという、塾に行かなくて済みましたそれで。はい、僕ですか。これ小学校3年生の時に、ちっちゃい子犬を飼ってたんですけども、どうしようもないバカ犬でですね、もううちのじいちゃんが、こんなバカ犬捨ててしまおうと言っておりまして、もうある日、山の方に連れてって、捨てに行ったわけですね。すると、まさかの犬の方が先に帰ってくるという。おじいちゃん、迷子になってしまったという。難儀な話ですわ。僕ですか。弱い80歳になろうかという、うちのおじいちゃんなんですが、ボケ防止の本というですね、本を、3日続けて買ってきました。もうボケ取るやないと。僕ですか。この話はですね、僕がルーティンで、さあ、画面を使ったアフレコアニメモノマネ、これだ。アニメ、コーチとの剣、いろんなキャラクターができる世界は盾のものであるしまった。まずは、ザコタイケンシロウ。シャーッ、なんだ兄ちゃん、この人数で一人でやり合おうってのか。死にたい奴から前へ出ろ。ギリの強打、死ねーらー。おーおー、あたあと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 あれなんだ、俺の頭が、ヒューやれやれ、俺の頭を、プッシー、俺の名はナップ水長剣のレイ。ヒューシャー、久しぶりだな、ケンジロウ。お前ユリア和田さん、なんと、ドクトン剣。なんだそれは、兄より優れた弟など存在しねえ。ボンギリな天才に勝てるかな。見ろ、これがアミバ流北斗神拳だ。俺は天才だ。おう、でかくなったらこそ。よかろう、ならばこのサウナ相手をしてやろう。なんと、宝剣王に戦勝中二砲。剣士郎、この名を、もはや天などどうでもよいぞ。いや、俺が望んだ天とは剣士郎、下がらっちゃうかもしれん。ラオウ、車いる傍聴生、散るべき時は来た。貴様が掴むのは市長氏。よかろう、剣士郎、ならばこのラオウに打ってこい。ラオウ、天に帰る時が来たのだ、ラオウ。このモノマネはもう終わっています。続きまして、橋本真也選手の入場。
160パウンド橋本俊也。時は来た。ただそれだけだ。青コーナーより箱舟の名手三沢光晴選手の入場です。近づいてくるは箱根の名手三沢光晴。皆を箱舟に乗せ新しい新境地へ今リングへ。300パウンド三沢光晴。三沢選手が試合終盤に見せるタイガードラマに持ってくまでの王道パターン。チャーチャッパーラスショットスッタショットショッタショットショッ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 うん、58秒。タイガードライバーからタイガードメリー勝者三沢光晴。まあうん、はっきり言って自己満だよね。